この間 ZOZO タウンで注文したお洋服が届いたので開けていこうと思います。これはこのバラックのニットセーター、この足目カラーニットブラック。そう、これね、なんかその私が好きなブランドなんですけど、このブラックっていうのは、このブランドが2月にもう閉店しちゃうことになって、でそこのお洋服は私渋谷の109でよく買いに行ってたんですけど、閉店しちゃうのが悲しいなと思ってて、でそしたら今ネットのショップで、めちゃくちゃセールやってて、かわいいのが、こういうタートルのニットなんですけど、なんかこれって今引きじゃないから分かりづらいかもですけど、こういう風にね、ちょっとこの形が変わってるんですよ。しっかりとこう一緒のなんていうのかな、感じで揃ってなくて、こう不揃いなんです。こういう風に裾のところが、それがすごい、その写真で見た時から可愛くて、でもこうやって見てもすごい可愛いし、あ、これがちょっとなんか素材が面白い、ちょっと今日の爪の色にめちゃくちゃ似てるのが混ざってますけど、これを買ってよかった。やっぱりなんかこういう風に下のところがね、変わった形で、あ、早く着たいな、これは。じゃあ続いて、あこれもうね、これはね、さっきの色違いです。グレー、さっきのがよいしょ、こちら、黒となんかね、グレーって書いてあるけど、すごいちょっと色が違う。ついに注文していた狭間のお洋服が届きました。やった、嬉しい。何を注文してたかというと、じゃーん、これです。めちゃくちゃ可愛いワンピース、ブルーのワンピースなんですけど、素材がすごい良くて、どうしようかな。これ1枚でももちろん着たいけど、でもなんか上にニットとか着ても可愛いのかな。あ、着るの楽しみ。なんかこうやってドライフラワーを飾ってて、でいただいたやつをドライフラワーにしてみて、最近結構いい感じに仕上がってきたかなって思って、これ最初は普通の生花やったんですけど、こうやって逆さにしてぶら下げといたら、なんかこういう感じでドライフラワーになった。すごい、結構上出来、初めてやったのに。気づいたらこんなに集まってた香水たち。香水集め始めたのは多分ね、AKB 入ってからやねんけど、なんか確かこれが一番最初に安水のやつ、安水の香水を買って、だから結構減ってるねんけど、
なんかその後いろいろ好きな香水を見つけてね、でクロエのオードパルファムがすごい好きで、これはちょっとミニサイズを海外の何免税店で買って集めたけど、なんか普通のサイズのやつはもう4本ぐらい使い切ったんですけど、こうやって見るとすごい瓶がやっぱ可愛くって、そうテンションも上がるし、なんか香りもやっぱ何やろ、私は、まあ、昔やったらほんまに決まったものをいつもつけてたけど、そうじゃなくて最近は今日はこれにしようかなとかいうのがある。で最近ハマってるのは、まあ、このクロエの、これはちょっと新しいやつだけど、なんかねこれ多分種類が8本ぐらいか8本から10本ぐらいあって、なんかそれぞれを混ぜてもいいみたいな感じだったけど、私はこの香りがすごい気に入ったからこれを1本でつけて、結構フローラルな感じで、でもすごいいい香りやから、なんか華やかな、イメージにしたい時にこれは使うかな。でこれより、これはね本当にいい香りで、チュベローズ、この同じ石鹸も買って洗濯物のコーナーに入れておいて、そう香り付けをしたりとかしてる、でこれは去年28歳になった誕生日にお姉ちゃんがくれたトバリのイノセントラブオールパルファ、これはね、どういう香りかというと、お花の香りもするけど、結構いろいろな香りがして深みがある感じで、でも爽やかやから、これはすごく、まあどんな時でもいいかなっていう感じ。でも基本的には最近はこの3つのどれかをつけるって多いのはチュベローズ。今読んでいる本です、屋根の上のおばあちゃん。ちょっとまだ読み始めたばっかりやけど、でもすごい今のところもなんか想像しやすいというか、文章がすごい素敵で、でまあ京都の話やから私もあそこのことかとか、なんか馴染みのあるバスの名前が出てきたりとかするので、ちょっとこれ面白い、まだ読み終わってないから、読み終わったらちょっとまたどうやったか言いたいと思います。